リリカさん、すいません、夜遅くに。いえいえ、とんでもないです。大丈夫です。まだ起きてます。ありがとうございます。はい、すいません、夜遅くに、なんかちょっと、また前回の搾乳の動画をまた撮っていただきたいなって思いまして、はいはい、今回お家を邪魔させていただきました。あ、いえ、大丈夫です。はい、ではまた前回同様、はい、こちらの手動の搾乳機使っていただきたいんですけど、はい、また同じような感じで右と左、はい、いいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、また見ない方がいいですよね。そうですね、やっぱちょっと恥ずかしいので。あ、わかりました。私としては後ろ向いてるので、はい、お願いします。お願いします。はい、わかりました。どう、じゃあパジャマバージョンでちょっと夜なんでやっていきたいと思います。まあ普通に私はボタンは全部外しちゃいます。よいしょよいしょよいしょ。で、まあ前もなんですけど、片方やりやすい方から結構がっつり外しちゃって、で私は夜の時とかは結構寝る前なんでしっかり多めに取りたい派なので、もう下着も外しちゃいます。で、このまま片方ずつやっていきます。で、終わったら反対の方に行くんですけど、下着は取らずにこのまま戻したいので肩戻しちゃって、パジャマもすぐ寝たいので反対側のパジャマ着ちゃいます。で、反対側次脱ぎます。で、下着を戻してまた、ミルクが取れました。と、夜たまに起きて夜泣きしてる時とか用の搾乳になると思います。結構しっかりめに取ったので夜中にお腹いっぱいになると思うので、こんな感じでいきと思います。終わりました。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、すいません、なんか今回はなんか前回よりもすごい具体的にやっていただいて、いえいえ、とんでもないです。はい、初心者のママさんたちもすごい助かると思うので、はい、これを参考にしていただきたいですね。はい、はい、そうですね、頑張ってほしいです。はい、はい、ありがとうございます。ではこんな感じで今回は締めたいなと思うので、はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございました。ありがとうございました。